さて、これからですね、じゃーん、南條にとって観光地域づくりが必要なのかということで、6人の方にご登場いただきたいと思っております。まずは株式会社南條の取締役の高橋様。高橋様、どうぞ。あ、どうぞ。パチパチ、拍手。続いてはですね、朝日の下田市の熊谷さん。拍手、パチパチ。続いて、デジタルハルサー共同組合の清水さん、清水さん、拍手。飲食店南條の取締役の柏川さん、お願いします。そして市民活、市民活支援センターの秋元さん、よろしくお願いします。そして行政隊を代表して三重課長、はい、お願いします。はい、それで実はですね、なんでこの方たちにご参加いただいたのかというと、高橋さん、宇永井さん、新垣さん、柏原さん、秋元さん、全員先ほどのインタビューに全員ご登場いただいてます。それで、ちょっと見せますね、それを。それでですね、これこれこれ。よ、こっち行ったかな、あったりとか。どうなりますか、面白いですね。はい、こういう番組を作っておりまして、ね、ここに皆様ご登場いただいてるんですね。はい、これ4月、5月からやっていますと。で、あ、高橋さんもいて、高橋さん。順にご登場いただいてるんですけど、これ後でご覧になってください。実は喋ってる内容を全部テキストで起こしてます。はい、で、僕はいろいろ聞くんですよ。南條、何が、どのとこが好きですかって、どんな、好きじゃないとこなんですかって、いろいろ聞いた後に、DMO 必要なんですかって僕は聞いてるんですね。で、皆さん、高橋さんから秋元さんまで全部同じ質問してまして、いや、必要だっていう人もいれば、いや、まだ必要じゃないんじゃないかなとか、その理由を聞いてるんですよ。全部テキストになってましてですね、そのテキストのことは一旦皆さんお忘れいただいて結構なんでございまして、あれから3ヶ月、4ヶ月経ちましたけれども、マイクもう一回ありますか。はい、あ、順にまた改めて高橋さんからご質問をさせて、マイクに持ってます、ご質問をさせていただきたいんですけど、高橋さん、南條におきましては、もう観光地域づくり法人必要とお考えなのか、今のところどのようにお考えでございますでしょうか。はい、ありがとうございます。神奈川の他人通りだと、あの時と変わらないんですけども、はい、何のためにやるのかがまだ分かっていないので、まだどっちとも判断ついてない感じなんですけども、はい、でちょっとだけこの勉強会に何回か参加させてもらって、Who、What、How、誰が、何のためにどうやってやるのかみたいな時に、どうやってやるのかの勉強をいっぱいしてきたんですけど、何のためにやるのかと誰がやるのかがまだ分かってない、こんな状態でございます。はい、はい、ありがとうございます。なぜやるのかと誰がやるのかそうですというところがまだ見えてないんです。そうですね、はい、その通りです。はい、続いて、山田さん、ちなみに南條さんはご存知の通り沖縄があるので、ああいう大型の集客施設をお持ちという形ですね。で、熊谷さんは、お部屋が3室の宿を経営なさっていらっしゃいまして、いわゆる小規模事業者という言い方してですけども、10室以下のお宿を経営なさっている形式です。はい、じゃあ、どうぞ。DMOどうでしょうか。はい、何を話したのかを当時ですよ。はい、あんまり覚えていなくて、おそらく DMO はあったらいいなと、だと思っておりますが、勉強会に参加させていただいている中で、今は現在は不安の方が大きくなっているような状況です。なんか素晴らしい事例をいっぱい聞いたので、できるのかなっていうふうな気持ちに今はなっています。ただ私はもちろんいろんな事業者さんがいらして、私はその小規模事業者の代表なんていうことは全然ないんですけれども、観光業なので、やっぱり観光
かあので街づくりが行われていったら素敵だなっていうふうには思っています。なのでそのために必要だっていうふうにこうしてできるというふうに思えばあったらいいなというふうに思っています。なるほど。必要性を、まあ、もう少し強く感じられれば必要性とあとなんかその今おっしゃったようにどういうふうにできるのかなというその 人なのかなんかその辺がまだちょっと見えないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして新垣さんでございます。デジタルハウスは協力組合、一時労働の方たちの支援を、IT という手段を使って頑張ってらっしゃる、新垣さん、流大の学部で、JA を経て、いろいろあって今の立場になってまして、一時産業の支援者という立場から見て、あとまあそこを小さなの素材を生かした観光地域づくりという観点から見て DMO をどう考えでしょうか。そうですね、当時インタビューされた時はどちらでもないっていう、誰がやるんだろうって皆さんおっしゃって誰がこうやるのかっていうところなんですけど、今こう改めて考えると、今、お買い物支援っていう活動で市年度差し引地区の過疎地域のところでちょっと別事業で、新規事業で、予約とか移動販売とかっていうことをやってるんですけども、行政の、財政的にもこう広い視点で見ると、やっぱお金ってかかるじゃないですか。だからこう各行政が収益モデルっていうか、その、収軸となる収入のモデルを作っておく。でそれが今こういう機会チャンスを出ているっていうふうに考えると、やっぱ作ってで、新しい南城の収入モデル、そこに関わる人たち、住む人たち、キャッチコピーもありましたけども、そこから幸せに波及していくっていうのを描くのであれば、そこに向かって作る必要があるっていうふうには今考えているところ。あ、なるほどね。だけど誰がやるのっていうのはあるっていうところです。収益モデル化っていうことが、明確にしていくのっていうことを前提に、あった方がいいんじゃないかという。そうです。はい、ありがとうございます。さて、続いて遊園地のもう向かいの、柏川さんの立場は、大規模宿泊事業者という立場で、何室ございましたか。南城では唯一一番大きな、ホテルをご経営なさっている試合人という立場で DM をどうだったんでしょうか。私も、皆さんと近い点なのかもしれないんですが、必要だとは思いますが、もう少し、我々が、深い見て勉強して本当に持続可能にできるのであれば、それは組織として継続されるべきではないかなと。もう一方で、行政代理ではないんですけど、もちろん官民連携してやることなんで、その連携の深さのをもっと低い段階で、南城市らしさを作れればですね、非常にいいものになるんじゃないかなというふうに考えています。はい、ありがとうございます。行政代理ではなく、南城らしさっていうのがちゃんと打ち出せる DM だったらあるべきだと。はい、ありがとうございます。さて、秋元さんは、事業者というよりも市民活動支援をなさっている組織の代表という捉え方でご紹介いいですか、秋元さん。はい、はい、というお立場から、市民の皆様、市民大学とか運営とかもやってらっしゃるという立場から見て、こういう観光による地域づくりというのは必要性をどう考えますか。はい、新活動新生活の立場というかどうかわからないんですけども、多分どこが必要ですと答えていると思います。多分これまで今皆さんおっしゃられてたように、誰がやるのという話に今皆さんおっしゃられてましたけども、だったらそういう役割を明確に作るっていうことが前に進む方法なんじゃないかと思います。具体的に言うと、南城市を外に売りに行く役割の人っていうのが必要なんじゃないかと思います。皆さんこう経営おもてなしすごいできるし、素晴らしい宿とかカフェとかたくさんあるんですけれども、
それを外に売りに行く役割ってそれぞれのお店でやるのにやっぱり限界があるし、南城市全体として売りに行くっていうのもなかなか難しい気がしていて、そういう役割を作ることで地域の魅力ってこうもっと発信できるし、それがこう収益につながるんじゃないかなと思います。でそう思った時にそれ誰がやるのっていうふうになる、でそれをじゃあそういう役割をちゃんと作って、そういう人たちをちゃんと食えるようにみんなで収益からお金出し合おうじゃないかっていうふうにすることが大事なんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。あ、そんなことで気がします。はい、ありがとうございます。まあ、南城というものを外に知らしめる役割として福山きちんと司令塔になっていただくのが必要だというまとめでありますか。はい、そうですね、はい、売りに行く人が必要、営業する人が必要、営業マンが必要だ。はい、はい、ありがとうございます。さて、ここでやっぱり行政がどう考えているのかもちょっとコメントもらってこないとダメだなと思いまして、で峰さんが課長職でご担当なんですよ。峰さんのこの発言はちょっと大丈夫ですか、峰さん。大丈夫ですか。はい、ちょっと重いかもしれないですね。はい、ということで、そうですね、ちょっと私は役不足かもしれないんですけれども、少し長くなるかもしれませんけども、これまでの私のですね、考えですね、追加なども含めて説明させていただきたいなと思ってます。私は、昨年4月に観光商工課の方に、人事異動があって、教育委員会の方から、まあ、学校教育を担当しましたけど、そちらの方から来ました。で、観光の彼女も、まあ、経済の彼女もほとんど勉強してこなかった人間ではあります。で、それからですね、当時の観光商工課、私が来た時点で観光振興課に4人おりました。で4人中3人が私の主義をしてきた、ほとんどの1年生、これから私も含めて一緒に勉強しよう。でそんな中、5月にコロナ禍が明けまして、さあこれからみんな行ってる最中に、じゃあ南城市はこれからどうする、観光の彼女もからの意見を話し合って、何していいか分からない、とりあえずは挨拶しに行こうかって、皆さんと挨拶しに行ったりとか、課題何ですかと聞いたり、そんな状況だったんです。もちろん、コロナ禍以前は観光商家がですね、かっこいいなって育られてて、いろんな仕事やってた、魔法工事の大学をやったりとか、もちろんしないと、観光事業さんといろいろいろんな仕事やってたりとか、当たり前ですごい頑張ってるな、感謝してるなっていうふうに思ってたんですけれども、それがもうコロナ禍でパーッとストップしたから、で、4人中1人観光商家の職員を持っていた職員もコロナ禍中に、まあ、全てストップしてなくした職員でも、もうゼロの状態で、何が言いたいかというと、行政ではノウハウが引き継がれないかと思いました。まあ、これ人事異動、いい悪いいろんな見方がありますけれども、まあ、我々も本意ですと、どうしても人事異動が避けて通れないんです。どんなにここに作れと言っても入れないようですので、まあ、そういったことで南城市の観光業と旗振り役、貸し取り役がこれまで市だった南城市会だった、例年観光商工課と言っていたんだけども、そのノウハウがなくなると何もできなくなっちゃうんだ、全てが止まっちゃうんだなということを実感いたしました。で、そこでですね、もう私たちも一緒に考えて、何すべきかなと。で、まずは、じゃあ、先ほど誰が進めるんだとか、いろんな話をおっしゃってますけど、行政ではないんじゃないかなと、ちょっと直感的に思ったんです。で、DMO、また観光というと、皆さんよく、まあ、思い浮かべるのが、観光協会というのが、南城市の方にあります。ただ、観光協会は、観光協会の会員の皆さん、今190人、今200人ぐらいかな、会員の皆さんいらっしゃるんだけども、
そういった番組の皆さんのためにも組織であって、まあ、CU 全体というわけではなかなかない。もう一つは観光協会が抱えている南城市のですね、施設管理を任されている、これが手いっぱいなんですね。なかなかこう全体貸し取り役ということにもなっていない。今本当にもう貸し取り役がいない状態です、南城市の、まあ、観光だけなんです。で私は観光商工課なので、商工業も実は担当なんですね。で商工業の方でも稼ぐ力をというふうに言われてるんですけど、これも同じような状況で、でもちろん商工業といっても観光と全く別物ではない、まあ、これちょっと後でまたつながる、つながると思うんですけども、でもう一つですね、思ったのが、商工業の中で、じゃあ南城市の現状を見てみたいなということで、いろんなところを見てみました。で地域経済循環率っていうことはご存知ですか、ね、地域内で、南城市内でお金がどれだけ回っているか、外から稼いできたものがどれだけ残っているか、というような循環率を見てみたら、48%。一方経済で働く皆さんから高い低いとかする人から分かると思うんですけど、かなり低いです。で南城市市方法で動きますけれども、トップの那覇市が唯一 100% といったら 110% だから、南城市は 48% 半分も残ってない。外から稼いできたんだけど、半分以上は外から稼いできた。よく中に沖縄県の経済、ザル経済って言いますけど、まさにザル経済、ザル南城ですよ、ザル状態。これでちょっと稼ぐ力が弱いなってことが分かってきました。で、何やったかなそうそう、こういうのをいろいろ調べていく中で、統計調べたら人口南城市伸びていますよね、皆さんご存知だと思うんですけど、沖縄県全体は残念ながら人口減少に移ってます。伸びるところを見てるんですけども、我々南城市のところですよ、中南部の本部集中しますけども、それ以外はだんだん人口減少になってくるので、沖縄県全体ではもう昨年方針だからは残念ながら減少に移っている状況です。で、これの間10月2日の、国のですね、総合国総局、南東部事務局の、運輸部長さんである星さんのお話、聞いた方は覚えていらっしゃるかもしれませんけれども、なぜ観光をやるか、でなぜ観光をやるかというと、今、先ほど吉井さんの解説にあったように、もう自動車産業にする、大きな産業になっているんです。それ稼ぐ力になっているんです。稼ぐための手段になっているからです。でこれが今国民1人当たりの消費額130万、年間消費額130万だけだけれども、そこで1人なくなると130万消費額が消えちゃうんです。で人口が減るとその分が1人かける130万消えていく。でこれを補うために、外から来たインバウンドからですとか、あるいは市外から県外から来られた方に消費してもらう。でこれが確か、インバウンドが約17万とかな、1人17万で、多分23名ぐらい、23名が消費された人が1人これお金を使う金額で130万になる。でもう一つが、国内旅行者がここで宿泊してして落とす金額が5万ちょっとだったら、23人ぐらいいると130万円の消費になります。で、被害の方だと70何名だったんです。1人約1万5000円ぐらいしか落とさないかというような説明をされていたと思います。そういうことで、外からやっぱりお金を稼いでいかないと、今後どん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 人口が減っていくと消費が縮小していく。で縮小していくと仕事自体もどん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 全然弱まっているので、仕事もいろいろなくなっている状態なのかな
で、今あの南城市の人口を見ると増えてますけれども、西高東低といって、西側、大里地区の人口がものすごく増えている。で、中間、この南城市役所、ちょっと中間なんですけど、ここから東側、この知念とか山本佐敷の半分は人口が減っている状況です。だからこれをあの総裁すると、全体にまだ増えてますけれども、あと7、8年以内には減る人口減少するというのは確実に。なぜかというと、今あの増えているのは、あの外からの、子育て世代が入ってきて、子供の数が増えているんですね、若干ですね。だけれども、高齢化率はどんどん増えている。今4人に1人が高齢者、65歳以上。大体1万2000人ぐらいです。1万2000人ぐらい、2000人ぐらいで、そのうち半分の6000人ぐらいが75歳以上。となると10年以内に亡くなる可能性が高い、一気になるんです。なので、これ僕らはやっぱりちょっとどうにかしなきゃいけないんじゃないかっていう話になるわけです。で、それで、じゃあ何で稼ぐかっていったときに、観光が目的ではなくて、観光を下にして稼ぐ力をつけていきたい。で、仕事を作っていきたい。で、そこに仕事を作り、少しでも人口流出を抑えていきたい。で、今地元の子どもたちに夢が持てるようにしていきたいという思いがあります。まあ、それ以外にもいろいろ ありますけれども、まあ、今ちょっと長くなりましたが、そういうことで、立ち取り役は行政ではダメなんですよ。で、まあ、韓国外務省という厳しい、まあ、専門経営知識に連れた専門職員が必要なので、この DMO の役割は後でまたいろいろ学んでいきますけれども、まあ、専門経営知識が必要ですので、僕は DMO が南城市を救うような、足取りになってくれるんだというふうに考えています。ごめんなさい、長くなりました。いえいえ、はい、ありがとうございます。まあ、と、あ、はい、ということで、まあ、それぞれの違う立場から BMO なるものをどう捉えているかというお話を一回いただきました。皆さん、聞いてみて、ちょっとその意見に賛成だなのか、いや、私はこう考えているという方がいたら、お発言いただきたいんですけども、田中さん、ごめんなさい、インタビューして、田中さん、ちょっと登場の、今日来ていただけるかどうかわからなかったので、はいはい、田中さん、すいません、はい、田中さんはどのようにお考えでしょうか。はい、僕も普通だなと思って、ただこの、なんだろう、南城市でね、すごい魅力があって、すごい思い出しました、すごい経営は悪いけど、ここ個人戦なんかなと思って、やっぱそれをこう、パスして、ゴールまで持っていくという、団体戦。というところで、もっともっと魅力が、ね、あるし、そうすることによって、苦しみも本当に育てないし、私たち自身も誇りを持って、それが幸せになるというところは、それが育てられるということが必要だと思っています。だから、やりがいからというのは、また、いろいろ考えはあるけど、とりあえずなんか、それを、発生、無駄なところよという気持ちではあります。はい、ありがとうございます。個人戦から団体戦に持っていくためのチーム戦、チーム全体で、はい、はい、という役割として DMO がありたいと思います。はい、ありがとうございます。観光協会の理事という立場で聞いているのか、大学の教授という立場で聞いているのか分かりませんが、先生先生、先生どちらにお住まいでしたっけ。私は、まあ、市民じゃないの立場も踏まえて、南城の DMO 観光地域づくりどう見てらっしゃいますか。どうも、宮城と申します。私は25年ぐらいちょっとヤバルハルコで調査とかしてきたんですけども、やっぱりその地元に全然お金が落ちない、大稽古だったりドライブ稽古だったりでもヤバルも全然その地域が豊かにならない状況なんだろうと、ちょっと25年考えるだけで何の結論を出すので、でそこなので今ここに行っているんですけども、そういう意味では南城市すごいポテンシャル高いので、私の感覚からするともう DMO を作るしかないだろうぐらいですね。やっぱりとか離島する人もあるとかですね、それ以外はありえないぐらいな感じで私は気をつけます。先生の立場としてはもう南城は DMO を作るしかないだろうって感じですか。そうですよ。
はい、それぐらい。それぐらい。そうそう、そういうつもりにしてます。それは他のところを見てきてですか。そうですね。で、南城市なら可能性、まあ、私が見た範囲、まあ、伊東とか、はい、やっぱりかなり見てるんですけど、前にたくさん見てるんですけど、私が見た感じでは、もう一番可能性があるのが南城市かなという感じです。ちょっとそこいいですか、先生。はい、先生は南城のどこが可能性があるって今感じてらっしゃいますか。まあ、一番は、まずこれ、この場があるってことですよね。はい、今度観光協会に行ってもらったんですけども、こういう場ですごい、その場所的にも盛り上がった感じですけども、市民の意識がかなり成熟してきたなっていう感じがします。で、役所の方もね、こうやって熱く語るし、ちょっとあんまり他では いないような光景ですよね。あ、そうなんですか。はい、はい、少なくとも伊東役割ではそういうのは、で、大体そういう人は押されて早くやめます。熱く語りすぎちゃってね。あるある。やめないでね、ちょっとね。もうちょっと頑張ってもらえる。はい、そうなので、まず人的に非常にこう支援があるということが、今の段階で私一番大きいと思います。で、先ほどちょっと冗談のことね、僕は実は20年ぐらい、ちょっと前、19年前に、大学の主催で、セーファーガキの、地域としてのセーファーガキをどう守るのかって、シンポジウムを開かせてもらったんですね。で、その時に私が言ったのは、当時、入場料をやっと取り始めたばっかりの頃でね、まだ反対論がいっぱいあったんですよ。ただ、無料にしろっていう方が圧倒的に多かったんですよね。それを市長が、かなり頑張ってきたところがあったんですけども、僕は、いや、もっと10倍にしろって言ったんですよ、20年前。だからやっぱりちゃんとした価値があることを、なんか市民、南城市の人が一番分かってないんじゃないかなって感じ。世界遺産でも見やすいところ、世界中ないです、調べたけど。なので、もっとその南城市の人が自分たちの地域っていうのをもっとよく知って、これがすごいところなんだっていう、僕は実は共同売店っていうのを研究としてるんですけども、選ばれる人が共同売店ってすごいんだと思ってもらうのに10年かかりました。なんでこんな当たり前にあるのか、何してるのわざわざみたいな感じで、人がたくさん、僕が行ってもですね、相手にされなかったんですけども、そこでいろいろ戦略出てたのは、とにかくマスコミに出すことってことをやったんですよ。で、テレビに報じられたり、でわざわざ僕らが共同売店を回っておいてるんですね。この時点で訪ねてくる人が出てくると、よその人が来て、共同売店すごいですよ、すごいですねって言われたら、あれ、すごいのかなみたいな。今ではもう、山田君が誰でも共同売店すごいなって。ですけど、そこに20年かかってますので、南城市はもうそういうことをやらなくても、ただもっと具体的な中で技術とか文化をもっと勉強してほしいなというふうに今は思っています。はい、ありがとうございます。ということで、今他の皆様どうですか。せっかくの場なので、今ここに前に、6人の方がお話ししてますけども、この人たち今拉致されてると南城市の観光がまだまだ止まってしまうんじゃないかという感じでございますが、お話聞いて私もちょっとご意見があるから、じゃあ、はい、平さん、観光協会職員の立場なのか、そうじゃないのか置いといて、どうぞ。平田です。ちょっと、失礼から覚えて、個人の立場として話します。はい。DMO に関して、必要であるっていう認識は、僕はあります。はい、で、なぜかっていうのもあってですね、なんていうか、観光協会ってちっちゃい DMO だったっていうのを教えてくれたんですよ。なぜかというと、指定管理を受けていて、指定管理をしてるんですけれども、物産化で稼ぐ、ところがあります。ここが、年間、300万ぐらいから1500万ぐらいのお金を生み出して観光協会が本来に募集している感じなんですね。で、前は不足モデルになってました。で、商工会さんも、仲がいい、商工会と、仲がいい観光協会、県内で珍しいんですけど、ことはあります。大人が、全く仲が良くないですね。観光協会作ったら悪いですけど、全く交流がないっていうことがあって、で、できていればいるんですけれども、前も
実は役所の職員になって、ずっと事務局長やってます。で、商工会の方にも役所の職員なんで、めっちゃ交流をいろんな事業やってたんですけど、ちっちゃい DM ができてます。で、裏側で、かっていう方がやった、観光協会って、会員さんが広げる、まあ、90ぐらいなんですけど、なんていうんですか、観光協会の会員さんのために何かやられてて、っていうジレンマがありました。でも、役所の方は、僕たちの指定官になってきてます。ちょっと、パブリックからも言われている。ということで、なんて言ったらいいんですか、観光協会の方でちょっと矛盾が発生している。なんていうのは、職員としても思いますし、ちょっと外からも思います。はい。なので、これが、一つです。で、もう一つが、稼ぐ力をもっとつけたいんですけれども、観光協会があまり稼ぎすぎるのは、意味は分からないんですけれども、この、ちょっと、なんていうんですか、観光協会、社団法人の一個の経験なので、ちょっとどうかなっていうのがあります。で、なので、DMO をさっき言ったように、テクニックと技術的な問題になるんですけど、DMO を作って、稼ぐ部分は株式会社だったり、有限、アニメというものだと。いうんじゃなくて、合同です。合同会社とか作っちゃって、その大きい組織体の中で、市の、なんですか、観光の、プラス、街づくりも含めてやるっていうことで、イメージしているので、僕は、はい、必要だって思うのと、観光協会の皆さん、あなたたちが頑張ってって言われるんですけど、僕たちの限界がどこにあるのかっていうのを、ちょっと今、話したやつが、ちょっと限界というか、現状なので、はいという形です。で、ちょっと最後なんですけど、よく高橋さんとお話ししてるんですけど、なんでやったら誰がやるかっていうのは、ちょっと一番大事かなと思うと、皆さんにとっては、誰がやるかって、みんなでやらないといけないと思うんですよ。で、何をやるか、何のためにやるかっていうのも大事なんですけど、結果として皆さんが幸せになるかっていうのを、ちょっと考えたいなって、個人的には思ってます。みんなが稼いで、みんなが幸せに。っていうのがあるので、ね、はい、っていうのが、一応個人的な意見として、お願いします、はい、ありがとうございました。あと、まあ、1回3時で休憩するんですけど、どうですか、ご参加の方。はい、あ、どうですか、お名前と、まあ、所属があるなら所属からお願いいたします。すいません、南城市教育委員会の障害学習課に雇用されています。地域コーディネーターという仕事をしています。出口由香と申します。私今月城の、コストコの本当に徒歩圏内に住んでいて、南城市に住む前には名護と那覇と宜野湾に住んだことがあって、もう那覇と宜野湾はもう渋滞がもうすごくて、南城市は自然豊かで渋滞のない町に住んでたはずなのにコストコできちゃって、この南城市はその観光の町とも言われてますけど、そのコストコ作るのも私たち市民が決めてないじゃないですか。誰が決めたのかちょっと分からないの、市長さんが決めたのかと思うんですけどそのどこに向かってるのかっていうのがちょっと不安になっていて、開発もどこまで進むのかっていう、今すごい毎日このコストコの周りも今開発してるじゃないですか。なのでなんかその自然をその売りに してると思うんですけど、そういう開発する方たちもこの DMO をするに向けあれば関わって一緒にチームになっていかないと、この先の未来のその南城市がどういう街にしたいのかっていう街づくりのところを、そういう開発の人たちの話とかも聞いてみたいなっていう、なんかどういうふうに向かってるのか全然私には分からないので、ちょっと不安ではあります。なるほど、ありがとうございます。はい、渋滞のない静かな町に引っ越してきたはずが、気がついたらバスが11時から渋滞してたっていうやつですよね。はい、ありがとうございます。これ、峰さん答えちゃダメだよね。これ、答えようがないかな。そうですね、ちょっと答えづらい。答えづらいね。まあ、
何でしょう、まあ、今の投げかけ、ここ大事なんですけど、ここもああいうふうに聞いてあるんですけど、開発しない方がいいと思っていますと、まあ、先ほどのインタビューをやらせていただく中で分かったんですけど、南京市なんで15年ぐらい前に、環境条例を作ってるんですよね、あと建物の制限とか、いろいろ自然を残そうっていうのを決めてた自治体さんなんですよ。で結果、こういうことに、こういう自然が残されてきたということになってました。ただ、この間気づきました。で素晴らしい選択を多分したんだなと思います。というのは、僕はこの5月から毎月、南城さんに電話させてもらってまして、10月とか2回、9月に2回来てますけども、空港から降りて、車で迎えに来ていただいて向かうんですが、南城に入ると空気感が変わるのが分かるんですね。ちょっと名前の言い方をさせていただくと、帰ってきたって感じがするんですよ、南城に来ると。それが多分、皆様が持たれている最大のポテンシャルだと僕は思ってますし、先ほど先生がおっしゃっていたように、多分そういうところがね、もしかしたら他にもあるかもしれませんが、少なくとも南部を回ってみると、圧倒的に南城のポテンシャルが高いなっていうのは、旅人だったら余計気づきます。なので、まあ、ああいう開発っていいのか、ああいうようなことが、今後進むようなことがあるのであれば、市民の立場としてそれを止めるように、するべきではないでしょうか、はい、と言っていいのか分かりません。動画も撮られてあり公表されるんですけども、私はもし DM が推進するんだとしても、商業的な開発、もしくははっきり言います、外資を入れ込むような開発をやっちゃダメです、はい、もっとはっきり言っていいですかふるさと納税やって、ふるさと納税南城市に納税したはずなのに、他の外資会社、生の会社に取られるような施策を南城市がやっちゃダメなんですよ。南城市に納税してると思いませんか。僕はおかしいと思います。なのでそういうのも、これ組織としてのマネージメントの話なんですよ。でそれも観光に関連することであれば、きちんと新しく立ち上がった人間の方が、先ほど皆さんおっしゃっていただいたような 48% 逃げてるんですよ。52人逃げるのか、48% 逃げるのか、いかにして残らないように、流出させないようにするかというのも司令塔の重要な役割です。でそれは行政体の立場で言うと、パブリック公平でやらなきゃいけないですから、右の話も左の立場も聞かなきゃいけないと、行政じゃないですか。だから一旦聞くんですよ、南城市に出店したいんですって言ったら、はぁはぁって一旦聞かなきゃいけないので、それをそうじゃないと、我々の意思としてはこういうふうに観光によるまちづくりをやるんだっていうのをやっているのが DMO の仕事。もちろんそれは行政の意見も聞かなきゃいけないですよ。市民も意見も聞きますけれども、自分たちの意思を持って地域を経営するっていう役割が必要だと思いますし、今の投げかけに対しての答えは、多分 DMO がきちんとそれをやっていくる役割を担うと思います。ちょっと僕の学長が言って申し訳ないですけど、例えばもう、ニセコクリちゃんってよく話してるじゃないですか。北海道のオーストラリア人がいっぱい来てる。ニセコ町の森林の 35% は外資になってますよ。森林の3分の1外国資本が持ってるんですよ。怖くないですか。水源地抑えられたら一発ですよ。実際熊本で10年ほど前にやりましたけど、熊本の水源地を香港ファンドが買うんですよ。水源地を全部熊本の市民のところに行って水源なんですよ。どこに一発入れられたら熊本県民全部やられちゃうんですよ。それで熊本県庁は、香港ファンドからそれを買い戻すのに、香港幹部がファンドが買ったお金を10倍使いました。というふうにならないために、そうしちゃいけないし、きちんと民の意思、私たちの住民の意思を生かしていくということも重要だし、それは行政ができることができないことはもちろんあります。で、観光による地域づくりということを進むであれば、司令塔としての役割のきちんとその市民のことを代表するというのが DMO の重要な仕事になってくると思います。はい、どうぞ、高橋さん、ちょっと。はい、どうぞ。ここまでの話をお聞きしてなんですけれども、先ほど私が冒頭お伝えした、Who, What, How の何のためにやるということに関しては、先ほど秋元さんからも、南城市をしっかり外に打っていく。
売っていくために必要だっておっしゃっていて、峰井課長からもあの今後南城市をしっかり稼げる町にしていくためには DMO が必要なんですっていう思いが今来てたんですよね。夫婦ファットは何のためにがによりますねって言ったんですけど、稼ぐためにっていうのが今パンパンとお話があって、で先ほどのそのコストコ問題もですね、私コストコの意思決定に関わっておりませんが、あの稼ぐ地域の皆さんにその経済的な効果を発揮したいというふうに考えて、あの適正なプロセスを踏んで決定したことなんだと思っているんですけども、やっぱり賛成反対はねあると思いますよね。でその時に、まあ、どうやって稼ぐのかという問題だと思うんですけれども、私ども観光業を50数年やっておりまして、私も会社に入って20年、ガンガラの谷に比較して16年になりますが、観光をやるときにいいメリットって3つあって、DMO のメリットではなくて観光のメリットっていうのが、一つは経済を稼ぐ、しっかり稼ぐ。でもう一つは人と人が交流して平和な社会を作るっていうもう一つがあって、私これが一番大切なんだと思ってるんですけど、地域にある本物の自然歴史文化、大切なものを守るために観光する。観光で伝えると、あ、これ素晴らしいですね、ってこれは壊してはいけないですよ、ってたくさんの方が言うようになれば守れると思っているので、なのでその稼ぐための方法として開発して、何か商業施設を作るっていうのもあるでしょうし、稼ぐために観光、地域なものを大切なものを守りながら、それで稼げるコンテンツを作るというのもあると思うんですよね。稼ぐ手段がいろいろあると思っていて、まあ、その一つとして観光というのは悪くないなとすごく思ってずっと会社にやってるんですけれども、その中で DMO が必要かどうかっていうのがまだわからないとお伝えしたんですが、あの民間事業者としてはすでにやっているので DMO があってもなくても引き続きやるなとは思ってですね。だけど南城市全体の先ほどおっしゃっているようにそのポテンシャルがすごいゴロゴロ転がってる、私もそう思ってます。南城市の中にすごいポテンシャルのものが、世界の人がびっくりするような素晴らしい場所がたくさんあるなと思っているので、そういったものをしっかりコンテンツ化して南城市として世に出して売っていく、稼いでいくって考えると DMO 確実にあった方がいいんでしょうねっていうふうに思っています。はい、ありがとうございます。会場からもう一人くらいどうですか、ちょっと発言しておきたいんです。大丈夫ですか、大丈夫ですか、あの山本さんどうですか、あの、ローソンの店長さん。ああ、そうです、ごめんなさい、ごめんなさい、この間発言ありがとうございました。あの熱い思いをぜひこの場でももう一度お聞きしたいんですが。こんにちは、あの去年のローソンの山です。講演会の時には緊張しながらですね、ちょっとあの家をかなり気をつけさせていただいたっていうあのことでございました。でもあのすごくあのその時も話したんですけど、こうやってあの皆さん この熱い感じっていうんですかね、あの思いのある方々がたくさん南城市にいらっしゃるっていうことを知れただけでも本当にもうあの嬉しいことだなと本当に思っております。まあ、先ほどから皆さんの意見を聞きながらですね、戻りながらあの本当に一つ一つが納得がいくんですが、収益モデルが必要だなとか、あのその熊谷さんがあのその今は不安っていう気持ちが本当に素直な気持ちだなっていうのが一つ一つ共感しながらですね、あの話を聞かせていただいています。まあ、このこれからのね、あのこの週間ぐらいの間でますますもっとあの認識知識が変わっていくのかなっていう楽しみですね。あのそういう思いで今ですね、最近ちょっとあまり楽しいことないなと思ったんですが、あこれに参加することによってなんかちょっとあの面白いことにね、自分もワクワクすることに取り組めるなっていう、まあ、こう期待感というか、はい、誠実に感じております。あのこれから楽しみにしております。またよろしくお願いします。あ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今高橋さんのお集めいただいたのでちょっと皆さん一言ずつ締めっぽく締めっぽくはしたので、締めっぽくは締めなくていいの、締めっぽくはじゃあいらないけど、ちょっとありましたらお願いしますか、お願いしたら。あの先ほど高橋さんもおっしゃったように、あの観光の仕事っていうのはあの私もそんなに長いことやってるわけじゃないですけど10年ぐらいなんですけれども、あのすごくあの素晴らしいなというふうに思っていて、あのそのまた、ガンガラの谷さんとか大きなところと違う小規模の立場から言うと、あのやっぱりそれぞれはみんな頑張っていると思うし、あのいいところもいっぱいそれぞれみんな分かっていたりとかするけど、なんかこうそれをつないでいって、あのより一層地域が盛り上がっていきたいなというふうな思いが
皆さんの話をお聞きして強く思いました。なんかもう小さな一事業者だけでできることっていうのはもう頑張っているつもりです。だけどこうつながっていけた方がもっと地域がなんか楽しく盛り上がれるかなというふうに思いましたので、より皆さんと意見交換していきたいなと思います。お願いします。ありがとうございます。お手伝いします。先ほどの清水です。組合をやっております。普段は株式会社もやっていますが、組合で食に携わる事業者さんと、あとは農家さん、水産業で、70社の会員さんで、DMOっぽいこと、合意形成を取って、どうやったら農業が良くなるかっていうのをやってるんですね。すごい比較して、合意形成としてみんなのためになることをやるっていうプロセスを農業ジャンルでやってるんですね。でその中で、10年間、龍大、農学部、JA っていう10年農業支援の立場としてに南城市と、農業一次産業って感じですよね。で、JA さんがいて、で農家さんの話を聞いて、この先未来ある方と、後継者がいない方だったりとか引退なさる人だったりとか、いろんな未来が見えてる方もいらっしゃいますけど、台風毎年来て、でそのたんびにコロナ、あとそして物価上昇高、インボイスっていう経営がすごく難しくなっていってる一次産業の中で、農業買収を作る取り組みが必要だって私たち組合は思っている。その中でアグリツーリズムっていう視点もあって、でその中で、こう市役所との関係性が出てきて、アグリツーリズム企画しようかとか、そういう取り組みをやってるわけですね。今回 DMO ができた時に、私はその農業立場、農家さんをどんどんコンテンツ化して、農業体験とか収穫体験、貸し農園だったりとか、そういった農家さんの収入につながるような提案をしていきたい。なので、一次産業に支援する立場として、私はこれからその DMO というそのインバウンドがたくさん来るっていう稼ぐ、ビジネスモデルがそこにあるのであれば、一次産業との農業、観光とつなげていくっていうパイプラインに、私はそういう方向で関わっていきたいというふうに考えています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。スケジュール的には年度末に必要かどうかを決めるっていうお話を最初に聞いてたんですけど、今の流れだったら作るためにどうするかっていう流れのプロセスにちょっと飛ばしてでも考えるのも今の意見聞くとちょっと一つなのかなというふうに思いますので、先ほどから初期のところもありますので、これだけの求められているということがあれば、このスピード感を出してもいいかなというふうにそういうふうに思いました。よろしくお願いします。はい、ですね、僕は普段さっきは合意に行った方がいいって話をしたんですけど、普段は町づくりのコーディネーターの仕事をしているので、やっぱりいろんな人の町への思いみたいなことを聞いて、どうやって実現するかみたいなことを、よく考えているんですけども、さっきのコストコの話ではないんですけども、やっぱり地域を良くしたいと言っても、良くするっていうのは何なのか、自然を守るのがいいのか、みんなが働ける南城市がいいのかとか、多分いろいろだと思います。で観光も、言ったら結構いろんな、こうこうなったらいいんじゃないかっていう、多分いろんな人のいろんな思いがあるんじゃないかなって思います。さっきその DMO の話、どういうやり方を考えたときに、なんか全部盛りにするとか、畑に行くと DMO がするとか、あんまりこう南城市の観光を全部 DMO でやるんだっていうふうにしすぎると、なんかそこの意思決定と私は合わないとか、結構そういうことも出てきちゃうんじゃないかなって思っていて、なんかそういうふうにはならない方がいいんじゃないかなってちょっと思ってます。いろんな人がいろんな思いで、支援事業をやる、観光に携わる、そういう中で、必要な役割とか、使える道具として DMO があるみたいな、そんな姿でもいいのかなっていうのを、先ほどの話から皆さんの話を聞いてちょっと思ったので、共有させていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後にお願いします。はい、先ほどですね、ちょっと長話してしまいましたけれども、もう本当に中身ないんですけど、思いしかないですよ、まして、こんなにいいゲームなんです。で、
こう思ったりガーって言ってしまう、しまいがちなので、皆さんあのそういう時はどうも幸せな方で全然お前行き過ぎだよってこういう時に言われてるんですけども、あのあいつは本当にねこういう国になっちゃうなって思うがあるんですけれども、あの先ほどちょっといろいろいろんな方のお話聞いていく中で、観光ってすごい何て言うんですかね、あの可能性あるなって思っているんです。で高橋さんからも観光で自然を守る、地域資源を守る、地域の宝を守っていくのは観光手段ですよっていう話もありました。仕事ですよ。で、あと観光業界の交渉さんからは、観光はの最終目標は真の幸せだ、まさにそうですよね、本当に。じゃあ幸せってどういうふうなものが幸せなのかということも含めて、観光というのが一つのキーになっているんじゃないかなと思っています。今までも何ですか、リゾートリゾートした観光ではなくて、いろんな観光の姿ってあると思うので、その辺をみんなで、ね、話し合っていきたいなというふうに思っております。で、もう一つの問題、もう一つ南城市の、これ先ほどの新月さんが、弊社の新月さんがおっしゃってた地産業ですね、農畜産業、農畜水産業が南城市の、強みなんですよ。これは本当に、なかなか例がないけど、県内でも、スイーツの農畜産業を地域であります。で、郊外には那覇市とかですね、都市近郊に近いんだけども、これが美味しい野菜ですとか、食材が取れるところもなかなかないです。豚肉も食べるそうですけれども、そういったものが今、南城市の風情の強みになって、マンゴーが強くなったりとします。でそういった美味しい食材を生かして、それが南城市内で提供できるなれないかというのも一つのテーマであるんです。やっぱり農業をやられている方々、なかなかこうどんどんこう農業を進めますけれども、まあ、稼げないですよね、なかなか仕事が上がらない、これは農機も出てます。で、なもんだから高齢化が進んでいく、で廃業進んでいく、で農地もだんだんと荒廃していくというのは、ちょっと悪循環になっていそうですけども、まだまだいけるので、なんでしょう。でまだまだ若手の出会いのある農家さんもいらっしゃるので、そういった方々も一緒に巻き込みながらですね、南城市の経験をこうそういう発信していけたらなと、南城市にお金をしてくれる仕組みを作っていけたらなと思っています。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ということで、まず6名の皆様、すみません皆様、ありがとうございました。はい、じゃあ第1部は一旦ここまでといたしまして、10分休憩いたします。それでは午後のパートに入っていきましょうということです。画面の方ではですね、これ何番ですか、全消してください、全消し、これは岩さんの話。皆さんの方ではスロット分析っていうのを、これからやっていこうと思ってます。スロット分析って結構こういう分析の手段としては割と王道なんですね。やられたことあるんだけど、お手を頂いて、お一人、あ、3人、4人、あ、今日いらっしゃいますね、ありがとうございます。はい、それでなぜこれをやるかというとですね、DMO っていうのを検討だったりの南城市が DMO をやろうとしたとしたときに、最終的には観光庁っていうのが国の受付窓口機関なんですね。私たち DMO やりたいですと。その時に必ず地域のスロット分析を書いて出さなきゃいけないんです。義務付けられています。はい、なのでやったことを初めてやる方も、まずこの地域がどういう利点を持っているのかっていうのを一回皆様でお話し合って議論していただいて、導き出していただければと思っております。ですね、エリアの状況を把握するためのフレームワークです。地域内の人と取り巻く外部要因を照らし合わせた分析、今後の挑戦できる事業環境は解決すべき事業課題を画面に置くのがソフト分析と言われています。ソフトのですね、強み、地域、あるいはエリア内、つまりこれ南城市になりますね。はい、エリア内のサービスが持つ、資源とか特徴で、
目標達成に大きく貢献しているもの、まあ、この場合の目標達成っていうと、南城市になるところがですね、市民の幸せが、市民がどれだけ豊かになるのかというところが、一つまあ目標達成だとしたら、私たちが持っているものとしてどんな強みなのかが、強みでございます。で弱み、地域あるいは南城内でのいろいろ行っているサービスで、その資源特徴で多摩的になる。南城が観光地域づくりをやっていこう、みんなでチームプレーで観光地域づくりをやっていこうと思ったときに、たまたぎになる、はい、機械、外部ですね、外部の環境で、このエリア、あるいはサービスの成長に大きく貢献しうるもの、脅威が T です、外部の環境でエリア、あるいはサービスの成長に妨げとなりうるものですね、内部環境で見ると、プラスの要因が強みですし、外部環境のプラスの要因が機械です。で、内部環境のマイナスの要因が弱みになりますし、外部から見た時のマイナスの要因が、脅威ということになります。で、この後事例についますね。で、これを今日やっていただいて、皆さんのところに今、書いてますね。S と W と O ということで、ポストイットの色も分けて、置いてますので、S のところは自分でこれが強みだ、南城の強みだと思うのは S のところに貼っていただいて、で皆さん一回自分でやっていただいて、そうすると多分ダブル要素が出てくるんですよ。一回その、グループ討論していただいて、ダブっていうのは1枚の上みたいな作業をしていただくことになります。で、来月、再来月の時に、その時また詳しくご説明しますが、今日出ましたその強み弱み機械脅威っていうところを掛け合わせていくっていうのがクロスソート分析っていうやり方なんです。でそうすると強みと機械を掛けた時に成長機会、要はどんどん利益が上がっていくっていうところの戦略っていうのを導き出していきましょう。次は強みと脅威、どのようにして脅威を切り抜くべきか、例えば近隣の自治体さんがこんなことやっててそっちにお客さん取られそうなんだみたいな脅威が仮にあるとしたら、どのようにして脅威を切り抜けるべきなのかとか、あと弱みと機械ですね、機械による利益を最大化するためにエリアの弱みをどう補強すべきか、弱みと脅威、エリアの弱みを踏まえて、まあ、おそらく出るでしょうけど二次交通が弱いとかそういうことですを踏まえて、脅威から受ける影響をいかに最小限にとどめるか、またはその領域から撤退すべきか、やらないみたいな話も、実は、まあ、民間の仕事で言いますと、やらない、撤退するというようなことも、もちろんあります。というのが12月でありますが、それをまた改めてその時に、ご説明をさせていただきます。はい、というのが、12月、今日の分析を経て、12月にあるクロス分析というものでございます。で、皆様のお手元にありますのが、こうなっておりまして、強み、内部環境の強み。内部環境の弱みですね。外部から見たときの、機械と脅威、この後ちょっと事例を見せますわっていうのを出していただくことがこれから始まります。はい、それでちょっと毎回この話をした時に僕のワークショップで必ずこの事例を申し上げるんですけども、これが私が書いている手帳でございまして、3年間手帳って話ですけど、そこに去年から僕始めたんですけど、これ私の秘密の手帳、この項目なんで書いてあるかというと、S、W、O、T、相当分析って言ったんですよ。で、今日、昨日あったいいこと、感謝するということ、昨日どんな気づきがあったか、昨日をやり直せるか、初子というのは私の母親でございまして、今佐渡島に一人でおるんですけども、初子は昨日はどうだったのかみたいなことをやり、今日、大体これは朝一からですけども、今日一日どういう一日でいただくか、どういうことっていうのを毎日かけます。何を言いたいのかというとですね、つまり毎日自分のソフト分析をしてるんですよ。今日学生さん来てるじゃん。これね、僕ね、実年齢で言うと61歳なんですよ。去年からこれやれるの、これめちゃくちゃ効きますよ。自分のソフト分析、自分の強みとか自分の弱みはなんとなく分かりますよね。だって昨日は南城市で仕事してましたから、はい、で市役所の職員の方といろんな議論を協議して、自分が出せる自分の強みっていうのは自分の持つのがよく分かるし、昨日は
弱み、そうだな、昨日は仕事が終わった後、平浩翔と飲みに行っちゃって飲み過ぎちゃったなとかね、そんなことが、ありますけれども、大切なのは、外部から見た自分を取り巻く、機械と脅威ですね。だって昨日と今日は確実に変わってるわけですよね。それを気づくか気づかないかなんですよ。これはでも学生の方、今からやったらめっちゃいいよ。本当本当。もう騙されたと思ってやってみてください。確実に自分が気づいています。っていうのをやるためにも SWOT 分析っていうのは非常に有効な手段でありますというのを最後にちょっと付け加わせていただきます。それでじゃあそうは言っても吉井さんはよくわからないで実例を見せてくださいということになりますので、実例のご紹介をしたいと思います。いくつかの DMO になりますとですね、相当あの先ほど申し上げた通り、相当分析をしないといけないので、聞こえてません。電池がつく。はい。この北マネージメントさんっていうのが、あの先ほどの12月に喋っていただく大津の DM さんの申請、官房長に対して申請書を開きます。で、こういうのを DMO の時に官房長に出さないといけないんです。そんで、北マネージメントです。誰が代表にどうしたこうした、財務責任者がどうしたみたいなことを全部書いていって、うちはどんなことをやる組織なんですみたいなことを、連携先はこんなとこがありますみたいなことを書き、エリアはどこなんですかみたいな、エリアはここですみたいな、こんな町役を作っていこうと思ってます、こんなことやりますっていうのがあり、定期的な評価、どういう数値目標で頑張っていこうと思ってますみたいなことがあり、組織体制はこうです、そんで、地域資源の分析、はい、このエリアでこんなことがあります。収納があって、そろそろ来ます、間違いあったか。はい。これですね。地域の強みと弱み、はい、内部環境の強み、自分の地域に積極的に活用できる強みは何なのか、そこは古民家を再生して、古民家のブランドでいうと、ニッポニアっていうブランドがあります。そこを組んでですね、日本にやっている古民家会社のホテルを大津は作っています。はい、で、川が非常にきれいで、川を生かした体験、鵜飼とかもやってました。サップなんかもメニューとして提供してました。城下町、昔は非常に、愛媛の商業地といわれた、美しい歴史的な町並みがあり、鵜飼なくなっちゃったんですけども、市民の寄付だけで大津城っていうのを再建しました。で、そこで初めて城泊っていう、一泊、泊まると100万円かかるんですけど、城泊っていうのをやりまして、ここが大ブレイクしたんですね。それで、この数寄屋橋作りの名建築の山荘があったりとか、新たな文化財等々のようなものがいくつもありますよっていうようなことが、自分たちの地域などのエリアへの強みとして、書いてます。で、弱み。自分の地域で改善を必要とする弱みは何ですか、観光組織が弱い、観光の専門人材、各経営面が不足、財政力が弱い、大体行政体の規模としては、南城市さんと同じぐらいです、4万5000人ぐらいですね、地域の民間投資の弱さ、周辺の市長との連携がない、持続可能な観光マシンについて、地域住民等が認識、理解できる機会がない、インバウンド回復に伴う受け入れ体制が追いついてないっていうのが、内部環境から見たときの弱みとして彼らは挙げていました。その下が、次にまだいろいろいくつか書いてますけども、外部環境の機会ですね、外から見た機会。自分たちの地域にとって追い風となる要素は何でしょうか。観光立国なのが、先ほど冒頭で申し上げたやつ、観光立国なのが制定されて、国の推進体制もいろいろ充実してきましたと。愛媛でいうと瀬戸内海ですから、
大阪万博の影響も受けますでしょうし、あの瀬戸内海はどうなんでしょうか、あの瀬戸内海だけで3年に1回、瀬戸内芸術博覧会っていうのをやってるんですよ、瀬戸内海だけで、はい、世界中のアーティストが瀬戸内海に集まってきまして、まあ、皆さん知ってるところで言いますと、あの直島ってご存知ですか、あのかぼちゃのモニュメントとか置いてまして、あのベネッセさんがあそこに芸術の村っていうのを作ってまして、一泊、もう去年ですね、イギリス人の俳優のカップルを連れていくっていうのをやったんですけど、一泊30万みたいな、一部屋ね、っていうようなことをハイエンド系に勉強しているような感じでございます。それと SNS など、情報化社会が進展していて、お客様のニーズが多様化しているので、仕事に泊まったりとか、公民館に泊まったりっていうことが起きてますよね、っていうのが機会です。で、外部環境から見たときの脅威、自分の地域にとって逆風となる要素なんでしょうか。はい、これは去年出してましたので、まあ、東アジアの国際情勢、まあ、中国の話ですね、それから災害の発生、まあ、地震とか雨とか、街並みを形成する、ま、あの町屋の取り壊し、まあ、すごい美しい街並みがあったんだけども人が住まなくなってどんどん壊されていって、合わせて、先ほどの男女のこれからの話とも連携しますが、人口がどんどん減少していき、それに対して、九州とか山陰、これは島根県とかと言ってますが、東北等がインバウンドとかで頑張ってますよと。で、2020年からコロナが、流行ってしまって、その余波も残ってますし、古民家の再生というところをやってるんですが、資材が高騰しているというのが外部の、脅威ですよねと。というふうに書かれております。まあ、ちょっとこれサンプル事例なんですね。で、あえて沖縄の事例を挙げませんでした。沖縄の事例を挙げちゃうと、あれ何しようみたいなことになるので、沖縄事例は紹介せず、まあ、このような感じでですね、まず進めていただきたいと思っています。それで、ルールはですね、それぞれのチームに行政職の方が1人ついています。そちらは課長、ここが江川さん。でこちらが、よろしくお願いします。ふるさと納税担当です。おはようございます。はい、それで、まあ、行政職の方はどっちかサポート役です、はい。で、それ以外で、チームリーダー決めてください。はい、じゃんけんでもいいですし、僕よくやるのは、今日に一番誕生日が近い人っていう、やり方でもいいです。で、その人が全体の議論を進めながら、発表も、最終的にそれ、まとめたやつを発表してもらう人がチームリーダーですね。で、チームリーダーを決めていただいて、まずはそれぞれ思いつくやつを SWOT に書いていただきつつ、大体出たところでそれぞれ発表させていただきながら、みんなでまとめるっていうのをチームリーダーの進行にしていただいて、最終的には今日3チームなんで3チームずつ発表していただくという流れでございます。お時間をですね、今3時35分の頃なんですが、どうですかね、まあ、今日のやつは割とやりやすいんですよ。なので、4時20分ぐらいまでやってみましょうか。はい、4時20分ぐらいまで、それぞれのグループの方で、ソフト分析を、リーダーを決めていただいて、進めていただければと思っております。よろしくお願いいたします。さあ、ABC 発表順を決めましょうか。リーダー、じゃんけん。リーダー、じゃんけん。リーダー、じゃんけん。ABC。はい。最初は9。ありがとうございます。最初は9。あ、じゃんけん。うん、はい、これ。勝った。何番で。1番で。はい、そこ。先生とじゃんけん、最初は9、じゃんけん、はい、これ先生、2番手、1番だっけ、1番、2番、3番の人、じゃあ1番の方は、C チームですね、はい、はい、こんな大きいの大丈夫ですか。
全部結構です。持ち時間最大10分。はい。最大10分。4ブロックありますので、大体2分、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 8分みたいな。時間が残ったら少し皆様からご質問を受け付けるということで、マイクをリーダーの方、大城さん、はい、大城さんにマイクをお渡します。さあ、それでいきますか。はい、それでは大城様お願いします。時間10分です。よろしくお願いします。拍手。私たち、C グループの強みが出たのが、こう見てみるとすごい強み弱みが多くて、強みの一つとしてこういった南城市の強みっていうのが、さまざまな強みが出たというところが一番の、私たちが出てきたコンテンツの多さというのが一つの強みだと出ました。で、その中でちょっと部類分けしていきますと、こちらがですね、資源、南城市の朝日だったりロケーションが良かったり、自然、歴史といった自然が一番多く出ました。こっちが自然ですね、すみません。その次が歴史、文化、久高島であったり、琉球開闢の地、あとは伝統芸能など、こういった自然、文化というのが出ました。その次に農業ですね、一次産業が盛ん、地元産の美味しい島野菜がある、農業、美味しいものがいっぱいある、こういった農業にも出ました。次に人ですね、やはり ここにいらっしゃる皆さん、集結した穏やかな人、優しい人、にこやかな人、人が誰かの一番の魅力っていうことが出ました。その他に南寺、南城市の南寺ですね、南寺が出たり、あと皆さんご存知ですか、アニメの舞台にもなった土地でもあります。で、宿が10年前は、10軒でしたっけ、宿が20年前、10軒ほどにした南城市には、宿がなかったんですが、今では80軒と宿が増えている、民泊、小規模の宿泊施設、あとは個人客が来やすい宿です、小さな小規模の来やすい宿が増えている、あとコストコ、人口増加、通貨型観光、交通が不便というのを見たんですけど、これ皆さんびっくりすると思うんですけども、交通が不便ということが一つの強み、行きたいけど行けないっていう特別感、これもまた南城市の強みということが出ました。次、弱みです。ここ今交通量が不便と出たんですけれども、これも強みであり弱みでもあるっていうことが私たちは出てきます。その中でインフラが弱かったり、デジタル IT に弱い事業者が多い、あとは立地ですね、これも交通量の話になるんですけれども、行きにくい、南城市内の移動がしにくいっていうのも一つの弱みかなっていうことです。で、施設の環境ですね、これも同じように交通手段が少ないというのが不便で弱みとなっています。あとは市民の意識ですね、すごい魅力的な南城市なんですけれども、中にいる私たち市民がその魅力に気づいていないということが一つの弱みであり、外から見るとすごい魅力的なのに、そこの気づかない市民、この意識をもっともっと強くすると弱みが強みになるのかなと感じております。その他にも人材不足、地域の担い手の不足が弱みとなりました。次、下の方ですね、機械、これは今もすべてお話もあったんですけれども、インバウンドが増えてきているというのが機械の強み。と立地ですね、那覇空港から近い、空港から近い、それも一つの機械の強みとなっていて、あとは今、癒しを目的に観光される方がすごい増えていて、観光する方々の意識の違いっていうのが、思考が変わってきて、これは強みであるこの南城市の自然、歴史、文化っていうことへの
すごい、南城市の魅力をアピールする一つになっていると思います。あとは IT の技術の発信で、SNS で南城市のことをさまざまな人に届けたり、それから口コミが増えて、行きたいって思う方々向けの発信になって、この IT の開発が機会になっています。あとは市内線、Nバス、お出かけ何時などの交通で、これも一つ南城市が整備してくれてますので、機会になっております。最後に脅威ですね。こちらは今騒がれているというさまざまな自然災害、これもどうしても起こってくることなんですけれども、そういった、自然災害、自然環境の変化、サンゴの発火なども脅威となっていて、あとは、土地が、南城市の土地が他の方々に買われている、で開発が先ほどもお話があったんですけれども、どん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 開発が進んでいく、大規模な開発が進んでいて、外資がどんどん南城市に入ってくるということも脅威の一つです。あとはやんばるの北部にできるテーマパーク、この差別化っていうのも、一つの脅威であるのかなと感じております。次にオーバーツーリズム、来たい方々、南城市に魅力を感じて来たい方々とここ受け入れる私たちのキャパシティっていうんですかね、それが、ギャップがある、これが今後どん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 魅力的な南城市になればなるほど進んでいくんじゃないかなという脅威を感じております。次、高齢化ですね。これは IT 弱者ともつながるんですけれども、人口が減少することで高齢化が進み、今デジタル化と全て進んでいるんですけれども、それに疎いって知りません IT 弱者が増えていくんじゃないかということですね。あと働き手不足、これも人口減少から働き手不足が進んでいくということになります。でこれは、先ほどの弱みにもなったんですけれども、地元の魅力についての情報発信、意識共有ができています。先ほどお話があったんですけれど、魅力を発信する機会はあるんですけれど、その魅力に気づくための情報を提供するそういった情報、南城市の情報を発信して、それを拾ってもらってまた拡散してもらう、そのための情報発信のが、弱いということも脅威の一つです。あとはですね、危機に弱い、コロナなどの、感染症などそういったことに弱いんじゃないかな。最後にもうこれは誰もが誰もがいつもがおっしゃると思うんですけれども、コストコの渋滞、これも一つの脅威の災害というかになっていると思います。はい、拍手。そうですね、特にないというか、はい、完璧な発表だなと思います。はい、あと1人あります、会場からご質問、それどこですか。交通不便が、交通が不便だから来たくても来れないっていうのが魅力っていうおっしゃってたんですけど、それについてもちょっとお話ししてほしい。今市外から市内に、めっちゃ来れないんですよ、バスがやっぱ多くなくて、その影響は観光とかによって感じてます。ただ交通が不便なことで、本当に魅力的な地域だったらやっぱ来るっていう事例はいっぱいあるので、そういう意味で、これは強みにある意味強みで、もう一つあって、検討席が前40万人ぐらい来てるんですね。で24万人ぐらいまで今下がってます。でも周りの売り上げとか変わっていないんですよ。だからなんでかっていうと、銀から霧までの全部取ろうとしたらやっぱ地域で疲弊していくので、ある意味交通が不便というのは、表一体なんですけど強みじゃないかなっていう。で弱みの部分はどこかっていうと、市内の見どころですね。さっき
駅さえ過ぎてるんですけど、タクシーがまず来ない。で、市内のバスが1時間1本しかない。で、観光施設をつなぐ、横のルートがないとかあるので、ちょっと違う交通の、不便にちょっと表現みたいな感じで書きました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。あとどうですか？大丈夫ですか？はい。なんかまとまりましたね。いいですね。一言で総括すると、オーバーツーリズムの問題が確かに出ていましたということなんですけども、オーバーツーリズムは制御できます。一つのやり方は、さっき事例で申し上げたの、300点の制御の時、制御に上げちゃって、南城市民が出る。で、そうやっても相当周知改善するんですけど、なんでやらないのかよくわかんないんだよね。昨日もその話しましたけどね。そういうことで、制御するのが可能。それと、あと、宿泊税っていう、計画所在ですね。今、県でやるとしますが、南城市として団体でやる。今、シミュレーションしてみると、数千万規模の宿泊税が取れる可能性十分とか、いいのがある。ご負担を宿泊事業者さんには何かけますけれども、あるところは、徴収していただく宿泊事業者さんにちゃんと数パーセント返す。つまり、熊谷さんのところが数パーセント取ってもらったら、全部取ってたからご苦労さんに返すという、やり方をやっていたりする。で、これは一つ、今日やるのが分かりますが、制御することが十分にできると思います。はい、ということで C チームでした。拍手。続いてが、いいでしたっけ？はい、お願いいたします。南城市のことをあんまり知らない学生2人がちょっと一緒に話しながらという印象を持ったそうなんですが、私も最初びっくりしたのは、なかなか下の方とそれからネガティブなのがあまり出てこないんですよね。やたらこっちが出てくるので、これはやっぱり南城市の強みだなと思います。ただ話の中で、なるほどと思ったのは、彼が言ってた友達とかが県外から来た学生たちが、玉泉堂ってどこにあるの、セファクタキってどこにあるの、一つ一つの観光地は有名だけど、それが南城市というところにあることは知らない。だから南城市自体の、があまり有名じゃないというところは、考えられるところかなっていうふうに思いました。で、強みですけども、大体同じような結果が出てくると思うんですけども、ざっと言うと、私の印象としては、私、ヤンバルがもともと専門なので、ヤンバルの山以外は全部あるなって感じで、本当は沖縄の自然というと綺麗な海っていうと、確かに氷島とか車で行けるところと綺麗なんだけど、実はヤンバルより南城市の方が見た目海綺麗なんですよね。なので、
この辺のところがかなり強いかなと思いました。それからこの弱みですと、弱みがですね、一番出たのが交通、でこの間 あのシンポジウムの時にも飲み会で出て、私自身も非常に感じたんですけども、シュガーホールに行くのに沖縄大学から、あ、今晩飲むからバスで行こうと思ったら全く手段がないんですよね。乗るとしたら終わった頃にしか、夕方しかバスがないんですよね。なので行きようがないと、どうしたらいいんだろう。で結局車で行って代行で帰りましたけれども、そういう子が一番出てました。でなかなかさっきも言ってましたけど、タクシーも呼べないしっていうところで、これは私知らなかったんですよ。内地の田舎によく行くんですけども、内地の田舎行くとタクシーが5時までとかいう方も結構あるんですよね。嘘をつくバスじゃないのって感じだけど、まさかこんな身近な南城市でタクシーが、いろいろ人手不足とか今あるんでしょうけども、これはちょっと私自身がびっくりしたところです。あと N バスもいろいろ便利だし便利じゃないしみたいなところでも、それは、ね、行政からするともうどうしようもないというか、あれですよね、この人の便利さをのために作ればこの人は不便になるみたいなので、これは非常に難しいところだなと思いましたが、これもですね、私からするとこんな地域を網羅しているコミュニティバスって他にあるかな、長野もありますけれども、そんなあれですね、走るか走らないか分かんないような感じで、使う人しか使わないなので、私からするとエドバス結構頑張ってるなって思います。でこの辺でもやっぱり一番不満が多いのは、不満っていうかその弱みだなっていうのは、やっぱり食べ歩きができないとか、飲んであとどうやって帰るかっていうことだと思うんですけど、その辺はやっぱり多いのかもしれないですね。ここで僕に振ってるんですかね。そうですね、やっぱり、はい、南城市でもっと食べ歩き飲み歩きできたらいいなって思うし、結構こう、よく言われているのかな、こう魅力的な観光地ってこう人がたくさん歩いてる観光地だねっていうようなことをこう聞いたりするんですけども、やっぱり食べ歩き飲み歩きできないと人は街を歩かないかもしれないですね。なのでそのこう街を人が歩いているみたいなことを実現するのにはどうしたらいいかとか、そういう観点で交通のこととか、その時間、例えばバスの時間と考えられるといいのかなというふうに思っています。いいですか。はい、すいません、予想してたのとわざと違うテーマでクリアしたので、もう一回振ります。もう一回いくんですね。で弱みの中で印象的なのは、あれですね、今度人口の問題、やっぱり東部地域の人口減少というか、これもやっぱり住んでる人の実感と僕らみたいに外から見て数字だけ見たのでかなり違うなっていう、あと空き家問題ですね。これはもう全国に対してヤンバルなんかだとあれなんですよ、仕事あるんですよ、実はヤンバルいっぱいいくらでもっていうぐらい仕事あるんですよ。ところが住むとこがないんですよ、全くアパートもないし、で空き家も貸してくれないし、だから逆に言うと住むところさえあればヤンバルでも人口増えると思うんですけど、実際そうなんですけど、そこも南城市もなんかこれからそういう問題が顕在化してくるかなっていうふうに思います。その観光と同時に地域振興というか地域とこれから考えると、地域間の格差、東と西の問題というのは重要になってくるかなと。あとこの辺があんまり出てこなかったんですけども、先ほどの発表とかが同じだと思います。いろいろ、外国人増えたし、こういうイベントあるしということで、結構チャンスには恵まれる、これからはあまりマイナスの要素ないんじゃないかなというところですから、あと脅威に関してですね、やっぱり外資の問題なんですよね。これ僕ばかりなんですけど、ジャングリアみたいな施設できたら嫌だなみたいな感じは思ったんですが、多分同じようなことを考えて、先ほどお話にあったように
なんですかね、あの土地取られる、外国の資本に土地取られるというのはやっぱり一番嫌なので、今だったら全然間に合うのかなというような感じがしました。でこの脅威に関しても僕は違うんですけど、振りますね。すごいざっくりです、はい。脅威とか機会とかそれに関してちょっと思ったことなんですけども、やっぱり強みとか弱みって自分たちの生活に密着している南城市のことなんで、やっぱりみんなこういろいろ意見を出しやすいのかなと思うんです。で一方で機会とか脅威って外的要因、つまり社会がどう変わっていくから南城市にどういう影響があるのかみたいな話じゃないですか。これってまあこれまでの勉強会とかでいろいろいろんな人たちが語ってたことにすごいヒントがあるだろうし、まあちょっとそういうのをみんな忘れて今日みんなワークしてるかなっていう気もするので、改めてそういうのを思い出しながら、この辺をいかにちゃんと具体的にちゃんと埋めれるかみたいなのは、もしかしたらちゃんと考えるよりめちゃくちゃ大事なのかなっていうのをやりながら思ったんですけど、あなんだっけと思いながらやっぱり頑張って出てこなかったなっていうのがやってみての印象です。どんなんで言いますか。すいません、めちゃくちゃアンタッチですと思います。宮城、お前の説明違うだろうと思ってですね、大丈夫ですか。最後に私、すいません、自分の話ばっかりです、申し訳ないですけど、昔ですね、30代ぐらい前ですかね、玉城の人に玉城のいいところって何って聞いたら、もう10人ほぼ10人がですね、那覇に近いよって、なんて悲しい地域なんだろうって言われて、何に近いのか自慢みたいな。でも最近もちょっとわざと聞くんですけど、なかなか、いや何に近いのかっていう人がいなくなったなっていうのは、南城市の人たちも自分たちの地域に誇りを持っていた、プライドを持ってきた、いい意味でプライドを持ってきたんだなっていうのが私の感想です。私の話だったんですけども、一応発表はこれで終わりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、じゃあちょうど時間でございます。はい、さあ最後行きますか。よろしいですか。強みがたくさん出ております。そして、ウィークですというところでたくさん出てきている感じですが、私たちはそれぞれ出してもらって分類してもらっております。まず、強みの方から説明させていただきますが、皆さんと ほとんどですね、一緒ですね。ちょこちょこ付け加えて、ありますが、人口が増えてきているっていう話に上がってました。この部分も強みで出てきております。あと世界遺産だったりとか、あと立地で那覇、空港が近いっていうのはさっき話しましたけど、はい、那覇空港から近いところに上がっております。あとは、民間の、そうですね、それぞれ、事業主さんが、強みでできています。沖縄ワールドさんとかですね。はい、あとは、芸能ですね、地域の、
住まいとか、そういった文化だったりとか、無形の文化が、昔からあるものが多く残っているっていうのも強みとして挙がっております。あと人ですね、人の部分で熱意がある、まあ、熱い方々が多いっていう方、まあ、素朴な方っていう形も強みとして挙がっております。あと一次産業は今の図もわかりますね。あと、弱みに、移りますが、対して弱みの部分は立ち寄るお店が少ないなので、住む住民にとっては食べ飲み歩きだったりとか、外食したいなって言ってもその近くでお店がないというところが悩みとして挙がっておりました。でかつ道が暗くて怖いねっていうところもありました。で、交通の面もですね、まあ、二次交通三次交通、一本で、那覇から、南城自宅に帰るっていうのが一本で行けないですとか、あとは、まあ、タクシーのお話もあったんですけれども、この前この私が聞いた話でですね、公民館にずっと座ってるおばあちゃんがいて、何してるのって、なんか熱中症でもかかったのかなと思って聞いたら、敬老会に参加したいって言ってたんですけども、タクシー待ってるのっていう話で、タクシーずっと待ってるんですよ。どれぐらい待ってるのって言ったら、1時間半ぐらい待ってるのよってずっと日当ててるんですよ。おばあちゃん、ちょっとこれちょっとおかしいから、もう送っていくよって乗せた経験があるんですけど、シュガーホールにね。まあそういったタクシーがなかなかこう来ないっていうか、そういう不便さがあるなっていうかあります。で、あとは受け入れ体制、人材 のガイドさんが少ないよねっていう話も出てました。あとは発信力ですね、共通してあるのが発信力で、たくさん魅力はあるのに、発信できてない学生さんとか、そのね、南城にあるんだって話出てましたけど、同じようなことです。あとは、高齢化も伴っていますし、一次産業が盛んとはいえ、高齢化してみんな引退していくっていう、まあ、ものもありますし、これから観光コンテンツとか一次産業と融合していくっていう中では、コンテンツ化しにくい部分も、まあ、多少あるんだねっていうところはあります。あとは、南城市に入る手段として、まあ、港がないので、こう、まあ、気軽に寄れないという、その直接のアクセスという、誘客できないところがあります。あとは、地価が、上がっているので、土地の値段が上がっているので、地元の人が、手放すパターンがやっぱり出てきているので、どんどんこう地元じゃない人たちが入ってきて、こう開発されたりとか、まあ、いい面も悪い面もあるんですけど、とか地価が高いので、まあ、弱みに挙げております。であとは、機会としては、チャンスだねっていうところに関しては、まあ、インバウンドの話がありましたし、あとは誘客の部分でチャンスとして挙げております。いろんなイベントが、シャーシマラソンだったりとか、大規模イベントとかあって、市外の方々がこう市内に訪れる、機会がありますねというところと、あとはコストコの開発もありますけども、その隣に、まあ、直売所や宿泊施設の、まあ、計画も上がっているので、そういった土地開発による、誘客、これもチャンスではあるよねというところで、機会に挙げております。あとは、宿泊税のお話もありました。この宿泊税の流れ、県の流れもありますし、市としても、あるんじゃないかなというところで機会に挙げております。はい、あと古民家再生ですね。事業はすでにあるけど、こううまくいってないけども、まあ、うまくいけばどんどんチャンス広がっていく部分があるでしょうというところです。で、教育に関してですね、教育については、まあ雇用の場が少ないっていうところに挙げさせて、脅威で挙げさせていただいてますし、あとは人口減少も、これから起こってくる高齢化のところも、脅威に挙げさせていただいております。で、観光ですね、これ共通してガイドさんが少ない、だ地元の事業者にお金が落ちない脅威で挙げてます。で、発信力、あとは防災ですね。
防災の部分で、今日で台風が来たらこうイベントが中止になったりとか、そのせっかく予定していたものがなくなってしまうというところは脅威として挙げています。あとは渋滞、コスト渋滞というふうに挙げております。で全体としてはこのような、各4つの要素を挙げております。で、まあ、住む人たちにとっての、強み、弱みっていうのが上がっていくのもあるし、あと訪れる人たちにとっての、まあ、強み、弱みっていうのがやっぱり上がっていて、でそれによって、まあ、子どもたちがどんなふうにこう発展していくのかなっていうのを、これ、この私たちが抑えることによって、なんか、住む人たちが、子どもたちもいい街づくりができていく、いけばいいなと思いながらちょっと聞いてました。あとはなんか本物がたくさんあるなっていうのが印象であるので、その南城市ってそのなんか急にできたもうコンテンツとかじゃなくて、なんか歴史あるコンテンツとか、昔から続いてたコンテンツっていうのがあって、だから本物があるそこにはあるっていうのがあって、まあ、改めて、深さを知ったなっていう、私個人の感想として伝えたいと思います。以上になります。はい、ありがとうございます。ちょっと時間がありますか？大丈夫ですか？入力したっけ？入力した。はい、大丈夫。はい、どうぞ。じゃあ、マイクいいんですか？夜ほら暗くて怖いってありましたよね。私は南城市に来て20年になりますが、10年ぐらい前からちょっと東の方の海側のところにちょっと街灯がついた。それは住民の人がお願いしてつけたんですけども、長野さんやりますかって言って、私は断ったんです。なくていいと。なぜなら星が見えなくなるから、そういうことがあるんですよ。で、暗いけど、まあ、夜は歩かなければいいし、雨は歩く人もいないですからね、車で、うん、そんなことです。ちょっと一言。はい、ありがとうございます。以上でした。自分は浦添市出身なんですけど、南城市の先生の授業で来たのが久しぶりって感じだったんですけど、まあ、そんな思った以上にでかいイベントがあってびっくりしたのが一つと、南城市の空港がの一本がないっていうのが非常にびっくりしました。大丈夫だね、今日、お塩があったからですね。そう、今日こんな感じで南城市を通過してたんですけど、まあ、自分は本当に全然南城市を知らなかったんですけど、皆さん優しく教えてくれて、こんな感じで努力で話し合って、強みも弱みもたくさんあることも分かったし、何よりも皆さんこんな感じで熱意を持って、こう南城市にどう貢献できるかというか、どう発展していくか話し合っているのを見て、じゃあすごく尊敬できるなって、いい姿勢で組んでるなって、そして上からなんですけど、もうどう皆さんにも熱意が入れて。すごいなって思いました。はい、ありがとうございました。はい、ということで全部の発表を終わりました。ありがとうございます。これ測れると困っちゃうので、後でじゃあ行政職チーム測れないようにセロハンティングでありますかね。はい、よろしくお願いします。時間もちょっとオーバーしたので、2点だけ、まあ、総括じゃないと。話をさせていただきます。先ほどの大橋通信の話をしましたけれども、ですね、宿泊税以外のやり方こちらももう一個あって、皆さん北海道の美瑛って聞いたことあるんですか？青い湖、美瑛町なんですよ。
それで全部まあ海が青いっていうので、アップルの、あのコンピューターのアップルの壁紙に選ばれちゃったのが2021年で、それがきっかけで世界中から美瑛に人がくるくるってありました。どのぐらい来てるかというと、人口1万人切ってるところに200万人来てます。200倍。で、あので鉄道がないので全員車で来るんですよ。でも、もう大渋滞なんですよ。で、農家の方たち、あの保温器出せないみたいなことになってるのが美瑛なんです。で、美瑛はそれでオーバーツ、まあ、はっきり言ってオーバーツーリズムで、あの元々観光業やってないエリアですから、宿泊がないんですよ。ただ車で混むだけっていう。おまけに、あの青い湖なんて入場料も取らないですから、お金取れないじゃないですか。全くお金が落ちないっていうことが BA で起きてます。で、BA は今何を検討しているかというと、駐車場税を検討しています。はい、駐車場を止めると、500円だったら700円ですと。200円分が特別税収という形で、一回市税の中の特宿泊税とか入湯税と同じ枠で入って、それで人が来ないように制限させる、コントロールするというふうに、その財源を使おうというふうなのが検討してまして、唯一日本でやっているのは、福岡の太宰府天満宮さんが、駐車場税をやってまして、まあ、南城市さんももしかしたらセーファーウタキとか、今観光協会さんが、委託されているエリアでコントロールしやすいところは財源をそれにする気がいただくあるんじゃないかというのが一つ。ただ、まあ、あの皆さんお気づきの通り、交通の話が皆さん出ましたけど、これあのこの間僕平さんにいただいた本なんですけど、これの中に知ってましたか、この、ファニー城っていう会社が糸満にあるの知ってますか。このあと置いときますから見てください。この会社何やってるのかというと、電動ポケバイで代行するんですって。そんで、あのオーダーが来たら電動ポケバイにバーンと行って、それであの車乗ってトランクにポケバイパゴンと積んで入ってくるってやつです。そして一人でワンオペで行けるじゃないですか。それで、あ、なるほどなと思ったんですけど、これね、都道府県の公安委員会に届けていらないんですって。という仕組みをやってて、それで糸満でやってるんですよ、本社が。当たっちゃって、フランチャイズが始まってるということなんです。何が言いたいのかというと、こういうのを新しく、もし DMO ができるんだったら、免許届けていらないので、DMO の事業に加入したとすると、私、真っ先に頼みますね、ここにね。はい、皆さん困っている方、多分これで問題解決一つできるんじゃないかと思いますので、まあ、このようなあのちょっとしたことで多分アイディアなんですけども、非常にはオペレーションとしてはやりやすい事例が隣の糸満で始まっている具体的な話でございますが、多分これやったら多分収益源の一つの柱になると思いますね。新垣さんやりますか。やりますかね。なんか儲かりそうな予感がしますでございます。はい、ということでちょっと時間がオーバーしてしまいました。手川さん、なんか連絡事項ありましたら。あ、そうです。ありがとうございました。最初の方にあの前に出てお話しいただいている皆様ありがとうございます。またあのワークショップに、発表いただいている皆様もありがとうございます。ちょっと事務連絡であるんですけれども、次回の、市民会ワークショップなんですが、11月20日、水曜日、1時半から、5時までもちょっと同じ場所で、開催しますので、ぜひ皆さんまたご参加の方よろしくお願いいたします。で、12月10日 の、 あの火曜日、第3回になっているんですけれども、こちらさ、勉強会に参加いただいた方々に渡している資料がちょっと間違っていまして、本日渡したあのワークショップの資料、こちらの資料ですねの方が正しいあの開催日程になっておりますので、12月の方も、よろしくお願いいたします。12月10日が正しい日程になっていますので、お願いいたします。で、またあの皆様 の、 あのメールアドレスの方をあの教えていただいてますので、また近くの方でですね、ご案内の、メールをしていただきたいと思います。で、あともう一点ですね、あの今本日日中の開催をしているんですけれども、もし夕方以降の開催がいいという方がいれば、またメールの方で、教えていただければなと思っております。
日中と、もし、夕方の希望者もいるのであれば、2部制で、日中夕方2部制でちょっと行うことも検討いたしますので、ぜひ多くの方々がですね、参加できる体制で、お越ししてもらいたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。では、以上で、第1回の審議会の方、終了いたします。いや、どうでした最初。面白かったですか。はい、普段じゃんけん大会またやりますので、ご参加いただきたいというのと、まあ、来月はですね、最初の40分か40分50分彼女女性経営者がお話を本当にだから何だろう一人の女性経営者がどこまで周りを喜ばせるかみたいな自営のお話なんで、まあ、ぜひ楽しみにしていただきたいというのと、今ほどエナーさんがおっしゃっていただきましたが、夜をご希望の方は昼やって夜やるというダブルヘッダー説がございましてですね、3時間半やってさらに3時間半私がやるという、今時プロ野球選手でもダブルヘッダーがないんですけども、ご希望があればぜひ夜のパートもやらせていただきたいと思っている次第でございます。そんなことでございまして、次回もまたご参加ください。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。